おはようございます。3年目春14日やっていきましょう。さあ今日も釣りですね。あんまりレアじゃない魚に関してはほとんどね、仕掛け網で釣ってあるような気がするので、まあこの辺の餌で、まあ新しい魚、目新しい魚が釣れるというのは期待してないですが、もしかしたらまだ見てないのがいるかもしれないのでやっておきましょう。ニシンとかね、高齢の魚だよね。この辺はこの最初の区画の海では少し大きい魚はニシンしかいないみたいな、という可能性もあるよね。じゃあ水たまりだとどうなるの？水たまりだとまだエビとかそういうのしか釣ってないから、少し大きい小魚がいるかどうか。ザリガニだ。この餌をつけてなおザリガニってことは、水たまりからはザリガニしか出ないっていう可能性があるか？ドーン。ザリガニ。いや、でもまだね、試したいことあるんですよね。この水たまりの釣りもついでにやっておきたいっていうのがあって、ここだね。これは第二区画の水たまりですよね。ドーン。ザリガニか。いや、水たまりを貝掘りした時に出てくるアイテムが、最初はアーサライト。2番目が、いや違う、最初はフルグライトで2番目がアーサライト。で、3番目がオリーブ結晶という風に、どんどんランクアップしていたように、水たまりで釣れる魚も、なんか各区画ごとに変わるのかなと思ったんですが、そこは違いないのかな？じゃあちょっとこっちやるか。でもこの池は最初の区画にはできないっぽいんだよな。いや、できるっちゃできるのか。うぐい。そういえばうぐいあんま見てないな。最初の区画はもうほとんど埋め尽くしてるから、水たまりができるスペースがそもそもないだけかもしれない。うぐいか。やっぱ釣りをする場所と、そこで何が、どの大きさの魚が釣れるかっていうのはほぼ対応してるっぽいね。水たまりはザリガニオンリーでいいかな？なんとなく見えてきたような気がするね。ここで少し大きい魚を狙うと何が釣れるのか。一番大きい水たまりですから、普通とは違うものが釣れたりするんだろうか？うなぎとか釣れた時もあったけど。うなぎだ。え、うなぎって少し大きいなんだ。大きい魚のくくりではないのかな？楽々釣れるね。イエローパーチ。イエローパーチも少し大きいのくくりか？うなぎ。カバンいっぱいになっちゃったな。しかし、まあやはりそんなに、いいものは釣れないかな。てかまだ見てないのはいないな。少し大きい魚か。少し大きい魚っていうのがな。こっちだと少し大きいだったらアジかミルクフィッシュあたりが来るかな。オマールロブスター。ヒラメか。じゃあちょっとこっちでも探してみるか。真ん中の区画ってまだ見てないんだったか。しかしあの貝掘り用のでかい池ではうなぎが釣れるけど、水たまりでは釣れないっていうところを見ると、やっぱり違う場所扱いなんだろうな。バラッバラーン。カニ系、カニ系ね。カニ系か。スルメイカ。あれ？スルメイカと、なんちゃらイカと、あの白っぽいイカとコウイカだよな。カニは？カニ見てないな。ちょっとシフトチェンジするか。今思い返してみると、カニ系の釣りは結構まだなんじゃないかという気がしてきたので、ちょっとやろうか。
ここではガザミ釣ってあるんだよね。まあ釣ったというか、仕掛け網で引っかかったっていうのがあるけど、二つ目の区画は何だったっけかな。カニ系も一種類ずつで対応してるとすると、ズワイガニか。アオリイカね。じゃあ一番最後の区画のカニだけまだ見てないってことかな？ということだと思うので、ちょっとやってみましょう。こっちの方にはカニがいないのか、あるいは、そのもうすでに釣ったのを寄贈したっていうのを忘れているのか、どっちか。なんだ。あれ？カニいないもしかしてここは。いや、ヒットしやすくなるだから、カニがいるけど釣れなかっただけという可能性もある。シイラか。一番奥の区画では、カニが釣れない可能性が高いな。ただ単純に、釣れてないだけにしては、他の餌と比べて、かかりが悪すぎる。今までな、中型の魚が釣れる餌だったら、中型の魚だけが連続で、5、6匹とかで平気で出てたのに、カニだけそうじゃないっていうのはおかしいから。そう考えると、この区画にはカニがいない。カニが存在していない。そう考えるのが自然ではないかと思われます。以上、研究結果でした。でも、それを判断するにはまだ少し早くて、ちゃんとそれを指摘するのであれば、こっちの区画ではちゃんとカニ釣れますよねっていうのを見せてからじゃないとダメだよね、本来は。一発で釣れた。やっぱりいないな、あれは。おそらくいないということで、ファイナルアンサーでしょう。さて、コマハニー出来上がりましたが、濃厚なマスでファンが多い蜂蜜。そうなの？値段見てなかったね、そういえば。え？普通の蜂蜜こんな安いの？ 180。コマハニーだっけ？これはコムハニー化するのが正解って感じか。なるほどね。まあこれはもう自分家でお料理に使うんだったら蜂蜜で、で出荷にするんだったらコムハニーがいいんじゃないのっていうことかな。多分コムハニーが取れる蜂蜜用のお花は多分ね、その出来上がるまでの日数が長いんだよね、多分。だからちょっと値段高くなる傾向が高いとか、という感じなのかな。さてと、カニもちょっと成果は得られずって感じ。最後の区画の海でカニが釣れないのはちょっとなんか納得いかないというか、いそうな気はするんだけど、とりあえず最初の区画、第二区画に関しては釣ってるし、イカも各区画で一種類ずつ釣ってる、エビもそうなんだよね。となると、あとまだ釣ってない魚がいるとしたらどこで何なんだっていうところなんだよな。なんかいるのか。魚、釣りレベルが9とかにならないと出ないっていう可能性があるかもしんない？それを考えると今、なんか特定のやつを狙いに行く必要があるのかっていうことにもなっちゃうが。餌たくさん作ったし、せっかくだから、この少し大きい魚釣り餌で、同じ場所でひたすら釣りをやって釣りレベルを上げるっていうのもありかな。同じ魚だったらね、枠をそんなに圧迫しないかもしれないし。それで行くか。魚釣り難しいな。おはようございます。3年目の春15日。今日はエッグフェスティバルですね。ちゃんとお祭りには顔を出しましょう。おはようポテト。はい、ということでやってきました。エッグフェスティバルですね。ただちょっと今年はやっておきたいことが、やってみたいことがあるのですが、できるのかな。これで釣りできるね。あー、できねえ。お祭り中のため釣りはできません。時間を気にすることなく無限に釣りができると思ったら大間違いだよってことか。さすがね、そこまで甘くはないというわけか。ねえ、これができるんだったら町の海釣りがめっちゃできるじゃんと思ってたんだけど、そういうのはないらしい。それではお祭りの前にとりあえずまたお酢酒持ってきたんで、松茸食べてください。これか。
卵の模様はグロリアが描いているんだが、実に丁寧な作業だ。これ初めに見たとき、あれだね、卵の模様はグロリアが描いてあるんだがって読み間違えたんですよね。そのせいで卵に描いてある模様のことをグロリア模様だと思ってたんですが、グロリアさんっていう人がこの街にいるので、あれはグロリアさんが描いた模様なんだよっていうことなんですね。ということを編集中に気づいたっていう話でした。懐かしいね。よし、じゃあ全員にお話しもしたし、プレゼントもしたので、また今年もラルさんと一緒に見に行きましょう。喜んで。もう毎回祭りに参加するたびにな、姿の変わる恋人って嫌だよな。まあ、ちょっと変わるぐらいだったらいいんだけどな、別人だからな、これ。大人の余裕さ。これどんぐらい卵あんだろうね。二人で分かち合えるぐらいの幸せの卵が見つかってたらよかったんですが、サクも見つけちゃった。この辺は毎年同じなんだね。なんか記念品ですみたいな感じでエッグフェスティバルの卵をもらったみたいなのがあってもよかったけどね。なんかそういうの飾っておきたいよね。よし、帰ってきた。楽しかった。さあ仕事を続けよう。白銀の庭へやってきました。せっかくなんでちょっとここでひたすら夜釣りでも楽しみましょうかね。とりあえず寝るギリギリの時間までひたすら少し大きい魚が釣れる釣り餌で釣りをやる。デレッデレーン。成果はまあまあでした。とにかく中魚は川だとこの3種になるのかな。ティラピア、イーローパーチ、ライギョ。冬に白銀の庭だからっていうことではないと思うんだけどな。まあ、とりあえずいろんな場所で試してみましょうかね。久しぶりに万能仕掛け網を作ろう。ちょっと釣りのレベルを9にしてみたいなと思ったんだけど、この普通に釣りをやり続けるだけだとなんか全然来ないと。でしなやかな木材の使い道も今だいぶ落ち着いて、すぐ大量に使わなくちゃいけないっていう時は来ないだろうから、ちょっと万能仕掛け網に使っても大丈夫かなという感じですね。ついでだから紐もちょっと作っておこう。これ全部の場所で仕掛ける時間ないかな。馬さんの力を借りれば、いやギリギリきついか。焦る必要はない。今日はここまでにしておこう。おはようございます。3年目春の月16日やっていきましょう。さあ今日も京都で釣りですが、前回言った通り万能仕掛け網および仕掛け網を使って釣りレベルをどんどん上げていこうっていうところですね。なんでまたしなやかな木材の作成をちょっと頑張らないとなという感じもしますので、メーカー系の入れ替えも少しやるかもしれない。 OK、 平行移動のおかげで起きやすくなったね。よし、ちょうど完成したからしなやかな木材の作成をちょっと多めに依頼しておこう。今後いっぱい使うからね。さあまずは昨日使って、置いておいた仕掛け網。イワシ、赤貝。やっぱ普通の仕掛け網はあんまりそんないいの出ないね。まあ品質が結構高いのも出るっていうのはありがたいけど。じゃあちょっとここ万能仕掛け網置いとこう。まだ1回か2回ぐらいしか使ってないからね、万能は。オッケー。じゃあちょっと街で博物館へ行きましょう。寄贈ですね。やってきました。とりあえずは鑑定から。
新しいものは鑑定で出ませんでしたが、お魚の傷を、お、輝くもまだだったね。よし、ではこの2種を登録しておきましょう。ちなみにこの状態だと確認はできないんだね。残りこんだけだ。よいしょ、ケイ。結構残り少ないような気がするんだけど。あと何が残ってんのかな。イワシ。タラ。タラ。ん？ニシンか。ん？ニシン？タラ。イワシ、ニシン、タラ、シシャモ、アジ、スズキ。逆に今この辺見てないな。ガザミ、ブラックタイガー、ムール貝、カキ、赤貝。ムール貝、カキや。で、この上、これがアワビかな？アワビも寄贈したらね。アオリイカ、スルメイカ、ブルークラブ。ブルークラブってそういえばどっかで見たっけ？ガザミとタラバガニアみたいな。オニテナガエビ。この辺川かな？でも、ブルークラブってどこで見たんだ？覚えてないな。カニの餌使って釣れなかったよな。イエローパーチ。光る魚、タスマニアンキングクラブ、ズワイガニ、オマールロブスター、ミルクフィッシュ。この辺から最近よく見るやつになってくるな。ライギョ、サーモン、シイラ、メコンオオナマズ。メコンオオナマズって、ヌシって出てたんだったっけ？ジャイアントグルーバー。アリゲーターが。アリゲーター側は主じゃなかったんだよな。サーモン、ティラピア、ウグイ、ケガニ。あ、ケガニもいたんだっけ？じゃ、ケガニも釣ってあるな、これ。ヒラメタイ、フエダイ。リュウグの使い。最近見んだけで、一回釣れた魚とかはちゃんと寄贈してあるんだな。そうなるとますますわからない。まだ寄贈してない魚で釣ってない魚って何なんだ。さて、まだ寄贈してない魚に思いを馳せてはいるものの、今日やっておきたいことはこちら。町の川釣り。この辺でまだ釣ってない魚とか出たりするか、それともイエローパーチ、ライギョ、ティラピアのいつもの三重種が釣れるのか。淡水の中魚はもう見尽くした感があるな。ティラピア、ライル、イエローパーチ。川で釣りをして中魚だともうこれしかいない可能性が高いね。まあ、ついでだからこっちもやっとこっか。町の海釣り。あんま普段やらないよね。海は牧場も含めて、これで4区画になるわけだけど。なんかどっかと同じっていうのがあるのか。フエダイだ。フエダイね。フエダイってどの辺だったっけ？三つ目の区画？特にそういうのはなく全種類出たりするかな。町の中魚は海だとフエダイオンリーかな。まあオンリーってことはないんだろうけど、ほぼフエダイって感じか。町の釣り場もいろんな餌で研究してみる必要があるかもしれないな、これ。